もこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、先ほどですね、この海藻の因果ざらし1回戦突破しました。続いていきましょう。ウルージタソ本当に欲しい。これ落ちんのかな、落ちないの、わかんねえや。第2回戦次マシラです。挑みたいと思います。お願いします。はい、ちょっと今回こちらの残波でいきたいと思います。さっきね、ちょっとエネルで行ってみたいなと思ってやろうとしたら誰もエネルいなくてでそもそもあの早属性 の船長誰もいなかったから、もうまず残波でいくかということで、ちょっとこれで行ってみたいと思います。まあ火力高いし、スロット変換要因のこのドーマがいるから、まあこれで変換してドフラミンゴでドーンと、まあいけるでしょう。しかももう30パー減らせるから2人とも。お願いします。 OK、 さあ行ってみよう。ちょっともう初見の子行きたいね。さあ行けるんでしょうか、どんな感じなんでしょうか。まあなんとなくこういうのが多分続いていくんだろうね。やっぱほら音楽かっこいい、ここだけ。ちょっと待って、そんなことやってない、そんなことやってないで負けるから。なんで一旦の人が倒してくれないの。とりあえずターンをしっかり、まあ残波ならいけるべ。で一応棺までできたので、まあもう食らっても大丈夫でしょう。ちょっとわかんない、何してる3ターン稼いで、まあ要は17ターン、あ19ターンか、ドーマの19ターン貯めれればいいけど、まあなんか貯めれなそうな気もするな、さっきの感じがすると後ろで間違えたーって声が外軸が間違えたー外軸今どこ。僕はレベッカ4回戦。もう4まで行ってんの、はい、すごい早い。ミホークとフラミンゴ間違えました。あーそういうこといやそれ確かに間違えてるやらしい。よし、ここちょっとカメラで稼げそうだな。やべやべやべ、これしっかりやると、この巨人強い。あぶれやべ、大丈夫か、大丈夫。ああもしかしてこれあれかな、20倍パターンかな、もしかしたら。ありやそうだったね。まあいいや。このカメラはまあそんなに、お貯められないターン。お、あー結構食らう、結構食らう。あーでも3ターンごとだ。だから大丈夫、3ターンごとだったら大丈夫だね。その20倍パターン気をつけた方がいいですよ。やったの、やりましたよ、あ、いろんなとこでいろいろあんだね。なんか同じようなとこもあんだね。20倍になったらカメも20倍ちなみになりました2万くらいましたらしい。あ、カメで2万くらったらしいです、皆さん気をつけてください、気をつけてくださいすげえ、カメで2万やばいなあ、ちょっとすごい、巨人で、あ、膝つかせた、ちょうどいいと思って、うん、めっちゃ6ターンぐらい稼げると思ったらなんかね攻撃力20倍だってで、カメに普通に食ったら2万以上食ったそりゃそうだ、そりゃそうだそりゃそうだ、気をつけてください皆さん気をつけてくださいてか待って、ドーマで稼げた。これまだ倒さない、よし。こんだけここで稼げれば、まあ多分なんとか貯まるでしょう。ちょっとなんかスキルは必須感があるけどね、なんかミホークとかはね、まあしょうがないでしょう。よし、あ、てか330も回復するんだね、このパーティー。サイ、サイ3名、あ、全員一旦、マジですか。ここはターンが稼げない。まあ、しょうがない。やべ、やべやべ、しっかり。てか倒せるじゃん。スロット持たない。よし。はい、次4面です。待って、4面?あ、3ターン。あ、ギリギリ稼げるわ。危ね。これギリギリじゃねえかよ。超ギリギリだ、これ。いきます。これできるか。はい、いけそうだ。よし。あ、バカ、誰を攻撃している?誰を攻撃している?ちょっと待って。怖いよ。あ、なんで、はい、いやちょっと大変なんだよ。待って、ドーバはここの土地を早に変えるからね。しかもで最初の方に負けるザコみたいな確かにドレスローサのやたらうるさくてすぐ負けるやばいやばい、もう負けたくないよ。ちょっと待って、ちょっとしっかりはや、はい、早属性のスロットを、お、あ、作れないじゃんこれじゃ、やばいな。待って、ドーマたまんねえし、やべえ、ドーマたまんねえ、これはまずいことになっています。高橋選手、これは非常にまずい展開だ。さあどう、これを持ち返すか。よし、ちょっと待って、とりあえずボスまで来ました。これでもいけないくね、いけないくね、ドーマがたまってないな。早く、あ、いや来た、2個、ウキウキウキ、でかい。全スロットか、はい、からでした、はい、からでしたなんだよ一生懸命作ってきたのに、なんだよなんだよ、そういうパターンもあんのね。結構スロット変化やってくるね、ボスがね、この感じだと。一応なんかミホークやった瞬間なんかウキーとかやってきたら嫌なので、早属性のスロットできれば作りたいね。普通に攻撃しましょう。はい、ちょっとミホークでは減少分がもったいないですけど、
まあでもスロットを作った方が絶対にいい。これダメージどんぐらいだ。一回食らってドーマを貯めたいな。ドーマを貯めたいな。ドーマを貯めたいな。いやでもめっちゃ食らしてきそうな気がすんでるなこれな。ちょっと悩むな。一回でも食らって2万ぐらい食らしてきたら元も子もないよね。まあどちらにせよ、うわ悩む。これマジで悩むな。いや次にかけよう。次に早いスロットが来ることにかけます。とりあえずここは攻撃します。念のため回復。いや いきます。うわマジ最悪。ちょっと待って、頼む早い色、早いのが来ないよ。一回食らってみようか。一回食らってみようか。そこで耐えれればいい話。耐えたい、頼む耐えたい、頼む耐えたい、頼む耐えて耐えて耐えてください。1万7000も暮らしてくる猿はいません、この世に。そう信じております。誰も暮らせてくれない。頼む1万5000くらいにして。1万5000、1万2000。へえ、勝った。これは勝ったぜ。よしよしよし、これは勝ったね。でドーマでもう早まみれです。ドーマで早まみれにして、ミホクミホクドラミンゴ。よし勝ったね。これはさすがに、さすがにこれ勝ったっしょ。よかったみんなにね、一応どんぐらい暮らしてくるお猿さんかが伝えられたんで、僕はもう本望です。よし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 、いいよ。まあこれさすがに勝てるっしょ、さすがにこれ勝てるっしょ。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。で一応打っときましょうね、黒さんね。はい、一応黒さん。うわよかった。あ、まだ安心してない。まだ勝ってないんだから。まだ勝ってないんだから安心してます。いきます。最後踏みすれませんよ。いきます。よっしゃい、なんとか2回戦突破。次だ次。いやーきついなこれ、きついっすね。次誰だろう。まあなんとかこのパーティーでいけました。だドーマがなくても一応スロット運が良ければ勝てますね。おお、レベルアップした、ありがたい。でももうちょっとあれでしたけど、もうちょっと後でレベルアップしてほしかったね。まあしょうがないね。はい、続いて3回戦はドルドル兄さん高め。これ挑むから次も見てください。はい、そんな感じでした。